車両の停止は旅客列車を引くための機関車として昭和12年から22年までに合計201両が作られ日本各地で活躍しました。中でもこの C67 135号機は今の約40年前に北海道の道路線で電気の列車を引いた直接最後の動機になりました。ところで皆さん、日本で最初の旅客列車を引いた乗り物たちをご存じですか？日本に初めて鉄道が開業したのは今から146年前の1870年10月15日新橋横浜間です。当時はイギリスから輸入した10両の蒸気機関車が旅客列車を引いていました。そのうちの1両が車両ステーションの入り口に展示されている1号機関車なのです。次の10号機関車にも指定されています。日本で最初の旅客列車を引いた蒸気機関車と軽量化列車を引いた国鉄最後の
エゴイチという愛称でございます。